今から12年前、日本中を歓喜の渦に巻き込んだあの試合、日韓ワールドカップ日本対ベルギー戦。日本代表のフォワードとして強烈な輝きを放っていたのが、茨城県日立市出身、鈴木孝幸選手。2011年6月、水戸ホーリーホックに入団。加入後の鈴木選手のプレーは、全盛期を彷彿とさせる圧倒的な強さや、前に抜け出る力でホーリーホックのフォワードとして攻撃陣を引っ張っていった。37歳となった今も、ストライカーとしての勘が鈍っていないことを証明してみせた。どんな状況に追い込まれたとしても絶対くじけないっていうことだけは、心を折らないっていうことだけは常に決めているっていうか、はい、それが自分に対する約束事なので、それがなんかこう常に続くように、折れずに続くようにやってますけどね、はい、いつまでとか、まあ、この後の例えば、40代とかになった時のイメージとかっていうのはあったりするんでしょうか。さすがに40代まではないですけど、はい、でもそれに、ね、近づけるようにできる限りやりたいとは思いますけど、 J リーグの、なんていうのかな、その選手寿命が伸びることに関しては、はい、すごくいいことだなと思います。チーム側からしても、あ、こんな年齢になってもやれるんだっていうことを分かってもらえれば、はい、じゃあ使ってみようかっていうことにもなると思うんでね、はい、ちょっと高くなったとしてもね、年齢が、はい、たくさんそういう、ね、選手寿命が伸びればいいな、そういうことに協力できればいいなとは思いますけど、はい、なるほど。こうボールを追いかけたりとかね、本当当たり前のことは当たり前にできちゃうってことですよね、まあ、それがすごいことだと思いますよね、うん、難しいこと彼は一切やらない、うん、で37歳8歳になる選手が90分間走り切れるっていうのはもうすごいことですよ、はい、走れ走れ追いかけ水戸の踊り。現在は押しも押されぬホーリーホックの中心選手。その人気はチーム1を誇る。いくつものクラブチームを渡り歩いてきた鈴木選手ですが、故郷でもある茨城、水戸のチームにはやはり格別な思いがあるようです。温かくこう見守ってくれてるっていうかね、その家族のようになんかこう親切にしてくれるっていうところを非常に感じますよね。じゃあそれはすごくこのチームを支えるこう力になってるんでしょうかね。そうですね、とても支えられてるし、すごい力になってると思いますけど、選手たちは、ね、はい、昨年よりもいいプレーをしていいチームになって、もっとね魅力あふれるチームにしたいと思ってるので、ぜひスタジアムの方にたくさんのやっぱりファンの方来ていただけると、選手も頑張れるし、チームも頑張れると思うんで、ぜひスタジアムの方に来ていただきたいと思います。